ほら、泣くなって。ハンカチ、いるか？持ってる。気強そうな顔してんのにな。ちょっとからかわれたぐらいで泣くなよ。なあ、清浦だっけ？いいか、またあいつらがちょっかい出してきたら俺を呼べば何とかしてやるから。だから安心しろって。安心？ああ、任せろ。あいつらなら俺の知り合いだし、言ってわからないやつじゃ。しない。は？あなたが誰かは知らないけど。ああ、俺伊藤ね。とにかく名前は誠。おはよう。あら、起きた？祈り？うむ、元気そうだな。用というのは他でもない。今日で一学期が終わり、いよいよ夏休みが始まります。普段とは少し異なった生活になりますが、一学期の生活を振り返った上でその反省を糧とし、将来の進路を実現するための真剣な学習を基本として、規則正しく計画的に、かつ健康や安全に十分注意しながら充実した毎日を送っていただきたいと期待しています。光さして溢れ出したきらめくシャワー、両手広げて走り出したあの海へ、臨けば笑顔、一人きりじゃない。雲行きにざわついてる、振り出す前に帰らなきゃ、そわそわしてる。Thank you.
界、大丈夫？目の前がゴロゴロしてる。風？そうみたい。寒気がして。すごい熱。ご飯食べた？お粥でも作ろうか？うん、お腹空いてない。空いてなくても食べなきゃダメだよ。キッチン借りるね。いいって。それより、うん、他に食べたいものがあるなら買ってくる？あ、そうじゃなくて、うん、お願いあるんだけど聞いてもらえるかな？いいけど。何？あ、今いいって言ったね。絶対引き受けてね。おとなしくしてなきゃダメだよ。うん。もう。それでね、お願いなんだけど。うん。あのね、バイトのことなんだけど。まだ休むって言ってないの？お母さんのお店なんだから出勤前に言っておけばよかったのに。うん、休むっていうのは言ったよ。だから大慌てで出て行った。そっか。今ね、シーズンじゃない？お母さんの店海水浴場そばだし、夏祭りとか花火大会に向けてどんどんお客さん増えてて。うん。それで全然人手が足りてなくて大変なんだ。世界が呼ばれるくらいだもんね。あ、もう私はすっごく役に立ってます。こないだだって今日はお皿を割らなくて偉かったねって褒められたんだから。それ褒めるとかいう話じゃない気が。いいの。とにかく人手が全然足りないから、私が休みだと代わりの人が見つからなくて困るって言ってた。大変だね。でしょ？うん。それでね、刹那に行ってほしいなって。は？刹那にバイトに行ってほしい。は？私風邪ひいて動けないし、よろしくです。ねえ、刹那、お願い。やだ。うん。夏休み前に言ったじゃん、私はウェイトレスとか人前に出る仕事嫌って。大丈夫、刹那はクラスインとかやってるし人前でも全然平気だよ。クラスインとウェイトレスは全然違う。違わないよ。じゃあ2学期から世界が暮らすよね。バイト行ってくれるならそれでもいいから。それでもダメ。なんでよ、ケチ。嫌なものは嫌なの。楽しいよ、可愛い制服だって着れるし。制服は可愛いけど、それって人前に出るのは嫌。すぐ慣れるよ。私人前で笑ったりとかできないもん。私だってできなかったよ。でもすぐ慣れてできたもん。世界はもともとできる方だと思ってた。刹那ももともとできる方だよ。信じてる。信じててもダメ。ブーブー、うちのお母さんだって困ってるんだよ。助けなくちゃとか思わないの？気の毒には思うけど。でもダメ。そんな。そうだそうだ、あのね、お店のメニュー食べ放題だよ。あ、ほら、前に行った時一緒に食べたラディッシュパフェって覚えてる？キウイとバニラアイスが山盛りの。そんなの食べてると世界太るよ。食べてないもん。そういえばちょっと二の腕が。いやー、もう触らないで。とにかく、あ、そうだ。何言われてもやらないから。ナナミの家とか光の家が近いからみんなたまに顔出してくれるよ。あと
バイト終わってから遊んだりもできるし。世界、ここのところ夜遅いのってそのせいなんだ。そうだけど。夜更かしして寝不足で体調壊して風邪ひいたんじゃないの？まったくもう。それに遊ぶのはバイトしない方が遊べるんじゃないの？はぁ、あ、もう言うことないなら帰るからね。ああ、何かある？あのね、光に聞いたんだけど、うん、伊藤の家近いらしいよ。ほら、伊藤って刹那を入学式の時に助けてくれたりしてさ、前に私待ち受け用の写メ送って覚えてるって。もしかしたら店に来るかもしれないし、来なくても行き帰りで会えちゃうかもしれないし、そうしたらちょっと仲良くなれちゃうかも。世界いいと思わない？世界、私と伊藤をくっつけようとしすぎ。そういうんじゃないから。それは知ってるけど、もしかしたらこれから仲良くなれちゃうかも。そういう世界の方が伊藤を意識してるんじゃないの？してないよ、刹那のためだもん。どうだか、伊藤の家って近いんだから遊びにだって。近くないよ、一駅分くらい歩くし。え？あ、おやおや伊藤の家チェック入れてんじゃん。違う。ほう、クラスの名簿見たから。ふーん、世界絶対誤解してるから。誤解かな。誤解、まあ誤解だってことにしてあげてもいいけど。誤解だし、光たちはどう思うかな。私は信じてあげるけどね。人に言ったら信じても信じなくても同じじゃん。どうかな、私風邪気味で朦朧としててわかんないや。わかんないからつい電話で口走っちゃうかも。もしかしたら刹那が伊藤。わかった。ん？行けばいいんでしょ。やった。その代わり今日だけだからね。うん。世界はよく寝てしっかり風邪治さなくちゃダメだよ。明日からは行かないからね。うんうん、よく寝て治すよ。じゃあお店に電話しなくちゃ。あ、それは大丈夫。大丈夫って？お母さんが出る前に言ってあるから。それってせつななら絶対引き受けてくれると思ったんだ。伊藤。うん、どうした加藤。どうってこともないんだけど、伊藤はこれから用事？母さんとイタルが出かけたから釣ることもないし、今日は釣り。そうなんだ。ああ、加藤もやるか？行きたいけど今立て込んでて。ああ、タケさんも一緒ってことは家の手伝いか。そんなところ。頑張れよ。あのさ伊藤。あ？伊藤は夏休みどうするか考えてる？夏休みね。伊藤、何か隠してる？バカ、違うって。何も思いつかなかっただけ。
本当に？本当だって。ふん。ま、何か考えついたら言うよ。うん。夏休みか。なんか楽しいことでもあるといいんだけどな。すごく似合ってるわ、せっちゃん。そうですか。これどうかした？胸のところとかすごい露出が。可愛いでしょ。いや、可愛いですけど。似合ってるわよ。いや、胸なんてこんなにスカスカ。何か詰める？パッドは確か倉庫に。いえ、いいです。でも、ありがとうね。世界強引だったでしょう。ええ。せっちゃんが簡単に引き受けてくれるくらいだったら、夏休みの最初からバイトしてくれてたもんね。はあ。それとも、せっちゃんのお母さんのお手伝いしてたかな？いえ、バイトはちょっと。そう。ごめんね。いえ、もうやるって決めたので。それじゃ、お願いね。来た。あ、新入り発見。よろしくお願いします。私はノアで、こっちがオルハ。私は清浦節。また店長の知り合い？え、この間の世界ちゃんは店長の娘だからいいとしてさ、あなたも親戚か何か？あ、ここのバイトすごい倍率で、コネもなく入るのって大変なのよ。知ってる？いえ。まあ、私らはコネなしの実力で入ったんだけどね。それなのに実力見せてもらおうじゃないの。期待してるってことで頑張ってね。二人ですけど入れますか？え、喫煙ね。いらっしゃいませ。ラディッシュへようこそ。あ、はい。喫煙席2名様ですね。ご案内します。はい。ちょっと。あ、はい。ぼーっと突っ立ってないで、客来たら案内くらいしてよね。ごめんなさい。挨拶とか全部覚えた？一応。ハンディの使い方は？なんとか。じゃあよろしく。人いないんだから。やっぱり断ればよかった。あ、はい。おかわりくださいな。同じやつだよ。同じやつ？わかんないの？もうダメなお姉さんだね。ほら、伝票見なくちゃ。あ、うん。飲み物。オレンジエイドだよ。あ、よろしく。あ、
次は重さの同じ2つのコップ AB にスイカ、いいかしら。あ、はい、メニューをお持ちします。いいわ、この子にパフェをお願い。あ、はい、パフェですね。え、オレンジエードじゃなくてパフェだっけ。アフェ、あ、ね、ごめんなさいね。いえ、急いでお願いできる？少し用事もあって。あ、はい。パフェは頼んだから、ちゃんと言うこと聞くのよ。オーダー入りました。あ、はいはい、じゃあそっちやっておくからレジ前よろしく。え、そろそろナンパに失敗した連中が来るからうざくて。それ私も嫌ですけど。何言ってんの、そういうので客の前で緊張しないようにならすものよ。あ、そうなんですか。そうそう、清浦さんを思ってのことなんだから。それはすみません、頑張ってみます。頑張ってね。あ、はい。早速来たかな。行ってきます。はいはい。緊張しないようにね。物は言いようでしょ。ノアって優しそうなふりして本当にだよね。そうかな。あ、いらっしゃいませ。ラディッシュへようこそ。一名ね、後で仲間くっからテーブルよろしく。あ、はい、テーブル席にご案内します。へえ、何、新人さん？あ、はい。いいね、ういういしくて緊張してんだ。はあ、頑張ってね。ああ、オープンテラスの方空いてるみたいだけど、そっちいい？ねえ、君かわいいね、一緒にお茶しない？俺ら超楽しいスポット知ってんだけど。結構です、ご案内します。はいはい。ところで君なんて名前？清浦。へえ、下の名前なんていうの？ご案内します。はあ、ナンパなら海でしろっての。すみません。あ、はい。ちょっと聞きたいんだけど、いいかしら。はい。パフェってセットでオレンジジュースとかつくのかしら？いえ、パフェはパフェグラスに盛られたパフェ一つだけです。やっぱり。あの、何か、このオレンジジュースって間違ってきちゃったものよね。え、うわ、どうしましょう。えい、いえ、しょうがないです、こちらで間違えたことですので。そう、はい。じゃ、いただいておくわね。ありがとう。いえ、ってことは、ごめんなさい。もういいよ、もう違うお姉さんが持ってきたお水をお腹いっぱい飲んだから。うん、お姉さんダメダメだね。ごめんなさい。ズーン。ありがとうございました。どう？あ、ぐったり疲れましたって顔に書いてあるわよ。人前でこういうことするのって世界が得意なことで、私はあんまり。そうかな、せっちゃんだって合ってると思うけど。おだててももうやらないです。世界が寝込んだから代役できただけですから、明日には世界もちゃんと来させます。そう、残念。はあ、せっちゃんならいいウェイトレスになれるんじゃないかと思うんだけどな。
いいウェイトレスって。そう、指名ナンバーワン、銀座の女帝と呼ばれるような。それウェイトレスじゃないです。そうかしら。まあちょっと楽しかったです。あら、一度ここの制服着てみたかったし。それならまた明日からも。明日は首に縄つけてでも世界を引っ張ってきます。じゃあそろそろお店閉めるんですよね。ええ、お疲れ様、ありがとうね。はい。さて、前に私待ち受け用のおしゃれを送って。覚えてるって。もしかしたら店に来るかもしれないし、来なくても行き帰りで会えちゃうかもしれないし、そうしたらちょっと仲良くなれちゃうかも。いるわけないか。お兄ちゃん、早く早く。え、あ、昼の。バンフレ。え、すみません、イタル、お前何やって。あれ、嘘、キオラ？おう。帰り道